山田抜けていってシュートを来た、大外で決めていきました酒井です。同点に追いついた名古屋グランパス、まあ、素晴らしい攻撃でしたね、まあ、同サイドで群馬の選手たちスピードダウンさせたんですけどね、足ともいたので割られたっていうよりもね、少しこうボール落ちちゃなりましたかね。あ、ここですよね、まあ、人数はいたので誰が行くのかなかなか決まらずにね、最後いいところにボールも、ね、入ってきましたけどもね。そうですね、このボールですよね、はい、まあ、ダイレクトでよくこう収めましたね酒井ね、まあ、素晴らしいゴールでしたね、はい、あ